もさ、ハーチマがさ、初期に運営さんに、なんか宿って普段どんな感じなんですかって聞いたら、なんかめちゃくちゃ怖いらしいよめちゃくちゃじゃないけど怖いんだって。でもなんかハーチマのイメージはめっちゃニッコニコで、あ、ハートさんみたいな、なんかオーディションの時のボイスめちゃくちゃ可愛かったですみたいな感じだったのよ。だからさ、本当に想像できなさすぎてちょっと怖くなっちゃったよね。その話聞いた後から、ヤゴーのこと、え、そうなんだみたいな、え、ちょっと怖いな次会う時って感じ。最近はなかなかもう会えない、レアなヤゴーになっちゃったんだけどね。ハーチマは嫌われてないかな。いろんなことやっちゃってるし、なんかさ、写真撮ってくださいみたいなお願いするときもさ、うわーみたいな、なんか、まあ、ヤゴー嫌じゃないかなーとかちょっと思った。内心嫌なのかな。だってさ、最初さ、清楚でさ、もうこの子絶対さ、なんか清楚な感じでガチ恋もたくさん作って、全然方向性違くなってさ、がっかりしてそう。正直なんか清楚なアイドルじゃ売れる気がしなかったんだよね、ハーチマ。しかもあの頃はなんかだいぶなんかホロライブが浸透してなくて、でなんか清楚よりかはなんか二次三次みたいな面白さを求められてて、時代的に。でも今は結構アイドルを求められてるから、また時代が変わったなって感じがする。それにね、ついてきてくれてるハートンたちが本当に嬉しいしありがたいよね。なんか方向性を変えちゃうとさ、なんかついていけなくなっちゃうこともあるじゃん。それでもなんか粘り強くついてきてくれてるファンってやっぱ大事にしないとなと思う。